ウインクチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ここからはわらなびをお届けします。お相手は綾里と丸と、ウインクチャンネルの局長でございます。そして南原です。よろしくお願いします。いや、すっかり秋も今頃は暖かいんですかね。何の話そうだよ。そう、ね、あのね、ちょっとそう、私はね、ここの男子2人に話があんだよ。なんかそう、言いたいことが言いたいことあるんだよ。まだ聞いてないんだよ。2月14日にさ、うん、私何かあげなかったかしら。なんかもらったっけな。ビスチョコ畑を。ビスチョコ畑、なんでビスチョコ畑あげたか覚えてる？ビスチョコ畑をもらったのはなんでなんだ。本当に本当にたまけてんの。ちょっとバレンタインデーだったからでしょ。バレンタインデー、ね、ちょっとホワイトデーのお菓子誰もくれないじゃない。どういうことだよ。だってまだ今日は3月のでももう収録終わりで、次はもう4月だよ。もう1週間もありますよまだ。でも次会うの4月でしょ。そうだね。それがあれなんだ、話題なんだ。そう、なるほどね。綾里君に話のネタないってことある。あるっつって、わらび餅ショコラ買ってきなさいよ。確かに。でも今どうなんだろう、今何がいけてんのかな。ホワイトデー、ホワイトデーってあるんですかまだ。いや、一生あるよ。世の中的に一生あるよ。意外だね。あのなんかあのまあ番組を長くご覧の皆さんは知っている師範、うん、師範とか意外とマメなのよね。確かにお土産とかもいつも買ってきてくれるもんね。そう、この犬はダメよ。本当にこの犬だけは二分人権だよ。もうなんかもう与えられたものをむさぼるだけで。うまいうまいっつって食うだけで。でも嫌でしょ、ほら綾里くんホワイトデーだよっつって、なんかさ、ゴディバのホワイトチョコみたいなさ、なんか重くない？別に。そうそうなんだ。ゴディバのホワイトチョコなんか当たり前でしょ。ふん、そうなんだ。そうか、私の認識は間違ってた。バーキンのバッグ買ってこい。リターンがでかすぎたもんな。まあでも、まあ、皆さんもね、いいもらえるよね。まあ楽しめる範囲で皆さんやればいいで、ね、こうまとめにかかるから。何忘れようとしてんの。ということでございますよ。皆さんはちゃんとあれで娘ちゃんたちにあげないと大変な目に遭うんじゃないの。そうですね、娘はね、絶対やらないとね、一生根にもたれる。気をつけないといけないですね。わかりました。 で、はい、でもいいあれだった、いいそうアサインを今くれた、いいタイミングでね、うん、面、そう、うん、思い出した。あの本命の人たちにちゃんと返しなさいよ。わっちゃんも。わかりました。返します。というわけで、はい、わらなびはわらびとその周辺のニュースをご案内する地域情報番組です。近々のイベント、お店、町の話題などなどをご紹介します。それでは早速、今回のニュースフラッシュ、わらびとその周辺の近々な話題をご紹介、ニュースフラッシュ。新生活が始まる前にイケてる男になりたければ、メンズヘアサロンカレージへゴー。2023年12月16日にオープンしたメンズヘアサロンカレージは、メンズ専門の実力派サロン。スタイリストは全員男性。メンズだけを極めたスタイリストが、流行りのマッシュからビジネススタイル、メンズならではのフェード、カラーやパーマまで幅広く対応します。グレーを基調としたシンプルで落ち着いたお店は、利用する男性の年齢を選びません。新生活を前に、自らのスタイルに悩んでいる方にもおすすめです。九州沖縄の絶品グルメが200種類以上揃ったニューデイズ九州沖縄フェア2024は4月1日月曜日まで開催中。例年好評のニューデイズ九州沖縄フェアが、今年もニューデイズおよびニューデイズキオスクにて4月1日月曜日まで開催しています。人気の名店コラボや現地のお土産に加え、 JR 九州の列車とコラボした商品が初登場。計200種類以上という圧倒的な品揃えを誇ります。また対象商品1品以上を含む税込み700円以上購入のレシートには ID が発行され、その ID でキャンペーンに応募すると、九州の観光列車で楽しむ旅などが当たるプレゼントキャンペーンも実施しています。行列必至のココスの朝食バイキングは、リーズナブルにお腹いっぱい食べられます。ココス上戸田店の土日祝限定
ココスの朝食バイキングは行列必至の大人気。ビュッフェスタイルの食べ放題だから、ホテルの朝食風メニューやがっつり食べたい茶色メニューなど組み合わせも自由自在。自分で焼けるベルギーワッフルは子どもたちから大人気です。3月16日の土曜日から税込み110円値上げの新価格での提供となっていますが、それでもコスパ抜群なことには変わりません。お腹いっぱい食べたい週末の朝にココスの朝食バイキングはいかがでしょうか。埼玉県内複数の東横インで採用された野菜が進むドレッシングは蕨市内の自動販売機でも購入できます。埼玉県内にある複数の東横インの朝食で野菜が進むドレッシングが採用されています。野菜が進むドレッシングは和光市にある飲食店オリジナルのドレッシングで、コロナ禍に自動販売機での販売を開始し大ヒット。ネットを中心に大きな話題となりました。野菜が進むドレッシングは蕨市内の自動販売機でも購入でき、蕨市南町3丁目のコインランドリーシャボン蕨南店駐車場に設置されています。驚くほど野菜が進むドレッシング、一度食べてみませんか。蕨市最大級のエンターテインメントショー第7回昭和歌謡紅白歌合戦オーディション出場者を大募集。涙あり笑いあり、蕨市最大級のエンターテインメントショー昭和歌謡紅白歌合戦が今年も帰ってきます。あなたも蕨市民会館コンクレレホールのステージで生バンドによる生演奏をバックに昭和歌謡を歌ってみませんか。そのチャンスを手にするのは4月5日金曜日までに所定の方法で申し込み、4月14日日曜日に行われるオーディションを勝ち抜いた方のみ。オーディションへの参加は先着100名に限られます。我こそはという方はお早めにお申し込みください。第7回昭和歌謡紅白歌合戦は9月8日の日曜日に開催予定です。わらなび、はい、ということでございます。皆様気になるニュースはありましたでしょうか。このようなラインナップになっております。あ、そう、いろいろメンズヘアサロンカレージ、すごいね。私これ美容院なのかなと思ったら床屋さんなんですね。そうなんです。そのくくりとしては理髪店なのかな。理容店、理髪店、はい、だからメンズセットとかっていうので、ちゃんとこうひげ剃りとか、この襟足とか剃ってもらうやつまでも綺麗に入ってました。おお、いいね。なんかそう、まあ女性はね床屋さん行かないと思いますけど、やっぱり顔剃りがあるのと、あれは気持ちいいっすよね。あれはやっぱね、でかい肌の色がワントーン上がるらしいんですよ、だから色が綺麗にやっぱ剃れるから。なんか最近だとその床屋さんとかであの顔剃りやりますみたいなところもあるみたいですかね、女性の美容向けに。ぜひなんか床屋さん探してる方、あ、引っ越していた方とか、そうですね、割と床屋さん探すんですよ、なんかいいとこないかなみたいな感じで、なのでこちら行ってみるといいんじゃないでしょうかみたいなことでございますが、ピックアップするものは何になるでしょうか。ピックアップするのは、5番のわらび、あ、じゃあ昭和歌謡歌合戦ですね。紅白歌合戦わらび紅白もうそんな時期なので、もうね、だからそうなんですよね。早いなーって。でもそうだよね、オーディションはもう今からだもんね。そう、もうね、もう第7回ですから。すごいね。そう、年に一度の。でも確かに、だからオーディションこの時期で、で本番が8月9月じゃないですか、で放送を割と年末ぐらいまでやったりするんで、だからなんか一年中私紅白私一年中紅白がなんかみたいな。それであの紅白にの司会者と紅白 の、あの、ね、音楽を担っている、はい、あとデザイン面を担っている方と番組をやってるんで、はい、もうなんかずっと紅白ずっとですねそう、でもいよいよ、ね、2024のオーディションが始まったということ で、 で、ね、このダーンと今回は、ね、はい、何でしたっけ、ブギウギでしたっけ、これじゃん、笠木静子だろみたいな感じでデザインされてますけど ね、うん、ね、今回も生バンドで生演奏で そう、それがすごいんですよ。でしかもああいう、ね、ホールのステージで、うん、だからもうその町会のこうなんていうか公民館でやってるカラオケ大会とはわけが違うんですよ、規模感も。
規模感もそうだし出てる人の本気度合いも違う、うん、で本気度がやっぱすごいからすごい盛り上がるんですよ見てる方、うんうん、でちゃんと誰でも出れる、まあ、誰でも応募はできるんですけど、うん、そのわらびにゆかりがこのわらびにゆかりがある方っていうのもいいですね、うん、在勤 在住とかさそういうのじゃなくても、うんうん、で名前にわらびが入ってるとかでもいいのかな。まあ、でも全然わらびに知り合いがいますとか、うん、その辺はこうあれですよ、なんかフィーリングで。わらびが好きですって全然 OK で。そうそう、あやさとくんいいんですよ、わらびで。わらびでケーブルテレビ出ます。ケーブルテレビ出ますみたいな。これ局長オーディション見に行ってるんですか。私は審査員。あの撮影とか私はでもねオーディション行ったことはないな。あ、そうなんです。ただね一回だけここのまさにこのスタジオでやったことがあるんですよ。オーディション。オーディション、ある年に。その時は全部見ましたけどね。おー、うん、もう私あの死ぬんじゃないかっていうぐらい笑いましたけどね。いやほらあのもちろん聞かせる歌やる人もいますけど、うん、こう笑いを取りに来る人もいるじゃないですか。だからいろいろなんでもう本当にね腹壊れるんじゃないかっていうぐらい笑いましたね。すごい、そんなにバラエティーに飛んでるのね。いやすごいっすよ。本当昭和歌謡の大ヒット曲ですからね、うん、歌うのは、うん、あの歌いたいものを歌いたいわけじゃないけど、うん、その中から選んで歌ってもらうって。でオーディションの、参加者申し込みは今現在始まっていて、うん、4月の5日金曜日まで、うん、意外と短いね。意外と短い、そうですね。で先着100名、うん、なんでまあ本当に迷ってる方はとりあえずもう先に応募したのがいいんじゃないかなと、うんうん、とりあえず思います。でそこはカラオケで、オーディションはカラオケで歌って、うんうん、それを突破すれば、晴れて本戦出場になるんですけど、うん、もう歌のうまさだけじゃないので、うん、盛り上げるってさっきね死ぬほど笑ったっていう、うん、ああいうそういう方でもちゃんと出場できるかもしれないと、うん、それがありますよ、うん、なんかこう演出力というかね、なんかこうやっぱ楽しませようっていうオーラがね、うん、なんか衣装がすごいとか、ね、普段自分がやってるなんか習い事を生かすとか、うん、なんかこう 目立つみたいなエンターテイメントショーって感じですよね。すごいよね。でも毎回もちろん常連初回から出場してる方もいますけど、うん、割と半分ぐらいは毎年新しい人が入っているんで、うん、すごい。あ、それがいいですよね。それがいいですね。やっぱ見て、あ、私も次出たいって思う人がいっぱいいるんでね、新たなスターが、うん、ね。しかもなんか結構毎回そのこれ出場する方で、そう、例えば最高齢の方とかで、うん、なんかこうこの歌のバックボーンみたいなさ、うん、お話もすごいなんていうか、うん、聞いてて面白いというか、そうなのよ、なんかこうかなんていう感動する、うん、すごいこの歌に対してこういう思いで歌ってますみたいな。そうですね。なんか そこがまた素晴らしいよね。だからご高齢の方なんかやっぱね、こう毎回同じ歌じゃダメなわけじゃないですか。だからその新しい曲にチャレンジするんですけど、うん、その歌詞を覚えるのが、うん、とにかく大変なんですよね。そうだよね、見ながら歌うわけじゃないもんね。そうだからそれだけでも結構大変なことしてるっていう。確かに、うちも大変だったわ、うん、我々だって多分大変じゃないですか、うん、大変そう。それを大変だったわ、うん、その確かにすごい。ご高齢の方はね、たまたま昔から歌ってる曲で通れば別にあれですけど、うん、新たにチャレンジってなるとね、うんうん、まあ、それで1年こう1年というか半年か、ね、半年ぐらい練習してっていう感じになるんで、ね、うん、重みがみたいな感じで、っていう感じで、そんないうのはもうありつつ、ちょっとこうおバカ系もありつつみたいな感じなんで、うん、皆さんもうぜひぜひちょっと出てみようかなと思った方は、ね、うん、やっぱり参加してなんぼなんで、そうですね、皆さんぜひぜひ参加してみてください。続きは CM の後。ウィンクのケーブルスマホ、皆さんご存知ですか。今までの機種や電話番号そのままで毎月の利用料がお得な格安スマホサービスです。さらにウィンクの各種サービスとのセット割ではもっとお得に。お客様のニーズに合わせた各種プランや安心のサポートパックもご用意しています。まずはお気軽にケーブルテレビウィンクまでお問い合わせください。それではまたまたわらびとその周辺のキンキンな話題をご紹介。ニュースフラッシュ。心と体を整える薬膳ランチ、水曜日と木曜日のランチ限定薬膳食堂に注目。美味しいスープと惣菜で日々頑張るあなたの心と体をそっと満たしたい。薬膳食堂はそんな思いで営業しています。オープンするのは毎週水曜日と木曜日のランチ限定。戸田公園のレンタルスペースサボり場を間借りして営業しています。
じんわりと体が温まり整えてくれる薬膳スープ、忙しい毎日を過ごす方にこそおすすめです。市長と語ろう市長タウンミーティングは市内7会場で開催。誰もが住み続けたいと思える街づくりには、わらびに住む方々の生の声が欠かせません。わらび市では定期的に市長と市民が一緒になってわらびの街について語り合うタウンミーティングを開催しています。4月は令和6年度の施策予算についてをテーマに、市内7会場で市長タウンミーティングを開催。市長タウンミーティングには誰でも参加でき、参加者には花の苗がプレゼントされます。気になる方は蕨市ホームページにて詳細をご確認ください。蕨市から最も近いクラフトビール醸造所西川口グローブリューハウスってどんな店？西川口駅西口から徒歩3分の場所にあるグローブリューハウスは、蕨市から最も近くでクラフトビールを作っているブルワリー。蕨リンゴを使ったビール、蕨リンゴサワーエールの醸造元としてもおなじみです。蕨市から訪れる方も多いタップルームでは、常時6種類のビールが楽しめます。きっとあなた好みのクラフトビールも見つかると思いますよ。日本一小さいクラフトビール醸造所南浦和アクアブリューワークスってどんな店？南浦和駅東口から徒歩5分の場所にあるアクアブリューワークスは、もしかしたら日本一小さな醸造スペースでクラフトビールを作っているブルワリーかもしれません。もともとは4人掛けテーブル席だったスペースを活用し、およそ1坪のスペースでビールを作ります。日本一面積の小さい蕨市との親和性を感じますね。作るビールの味は本格派、驚くほどにフルーティーなビールからどっしりと重厚感のあるビールまで幅広いラインナップ。おしゃれなボトルのラベルにも注目です。営業日は毎週木曜日から月曜日の週4日ですので、お店を訪れる際にはご注意ください。いよいよ本格始動、蕨駅西口再開発事業の竣工は2027年7月を予定。蕨の玄関口の再生と魅力づくりを目的とした蕨駅西口再開発事業が本格的にスタートしました。現在は主に基礎、地下部分の工事が行われていて、地上部分の工事が始まるのは来年以降になる見込み。2027年7月の竣工を目指します。大きく変わっていく蕨駅西口にご注目ください。はい、ということでございます。皆様気になるニュースありましたでしょうか。このようなラインナップになっております。私はですね、もうヘルシーなランチに目がないんで薬膳食堂が気になります。気になるね。これはね、いいですよ。やっぱり戸田公園にあるサボリバーっていうところを曲がりして、水曜日と木曜日のランチ限定でやってるんですけど、育休なんか産休中の方がやってらっしゃるんですね。で、本当にスープと、まあ、メインとみたいな感じで食べて、体がすごい熱くなるんですよ。おー、薬膳、いいですね。まあ、じわーっと、いわばあのスパイスっていうか、そうですね、あの別にかか辛いっていうよりも漢方とか、あ、そういうそんな感じですね。本当なんか体にいいなーって感じがします、食べて。で、惣菜とかも売ってるので、それを持って帰れますね、テイクアウト。夜のためにおかずを買って帰るとかっていうのもできるので、いいですね。いいわ。あの、さっき聞いたらランチ1000円ぐらい、そうですね、大体っていうことなんで、はい、セットになってる、全然ありだわみたいな。ランチ1000円安い。いいよ、なんか本当ね、長生きしたい言ってない細く長く生きていきたい盆栽も始めたし盆栽始めてないけどね盆栽も兄さんも始めて細く長く生きる計画立ててる盆栽と兄さんと健康的なランチで細く長く生きていくっていう急に健康志向になっちゃったということで、前までピーナッツ噛んで食べてたのに、ね、あ、まあ、何よりあれはお店の、これはね、味も多分美味しい。あ、美味しい、そうですね、うん、ぜひぜひ皆さんすぐ、まあ、戸田お隣なんで、はい、興味ある方は行ってみるといいんじゃないでしょうか。うということでございますが、ピックアップするものは何になりますでしょうか。そうですね、まあ、私ビアジャーナリストっていう仕事もしてるので、うん、やっぱりビールをちょっと、イエーイ、ビール、ビール、うわ、
もう方々で予言してるんですけど、予言してる、埼玉のクラフトビールが多分今年はかなり注目されます。おー、それはなんかメジャーデビューっていうか、メジャーデビューとかですね、まあ、あのまだちょっと現時点でその情報解禁になってないのがちょっと情報いくか聞いたかと、うんうん、埼玉ビール、埼玉のクラフトビールに特化したイベントとかもう数多く、あの計画されてるとか、クラフトビールイベントみたいなの、まあ、私はその南原さんが聞いてるっていうのもあるかもしれないんですけど、結構じわじわいろんなとこでやってて、でなんか最近クラフトビールハマってるんだよねみたいな周りの人もいるから、これまあ前からブームはきっとあったと思うけど、もっとなんていうの、一般的な人もっていうのかな、まあスーパーとかコンビニでも買いや、あの有名なやつは買いやすくなったって思いますけど、ちなみに今あのクラフトビールの醸造所ブルワリー日本でいくつあると思います？なんか少ないイメージ。これね、数年前ともう全然違くて、もう、まあ、日々こう数字は変わるんですけど、一つの県に10個だったとして400?1000 ぐらい計算違うじゃないかな、1000ぐらい、分かんない、日本全国で1000ぐらい、1000はね上行っちゃったんですよね。あ、マジですか。800なんですよ。800だけど、いい計算しちゃった。この800がね、ちょうど1年前は、700だったし、それぐらいのペースで増えてんですよ。なんでだろう。もうバン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 すごい増えてて、まあ、都内がもうぶっちぎりで多いんですけど、で埼玉には今現在稼働してるところでおそらく28なんですね。でもそうか、多いな。そう、準備中のところもあるから、まあ、近いうちに30は超えると思う、年内とかでは確実に。で、まあ、そういうところにね特化したイベントってやってるんですけど、さっきね言ってたじゃないですか、クラフトビールハマってるって言った時に、じゃあ どこのビールが好きなのって言われた時に、一番いい答えは地元のビールです、やっぱり。おー、なるほどね。地元の近くにあるビールを私の近くにあって、そこのビールが好きなんだって言うと、あ、この人好きだねって思われちゃいます、多分。あ、その要はお酒好き界隈というか、そう、ちゃんと地元で飲んでんなみたいな感じで、クラフトビールっていうのは基本的に地ビールとは違って、地ビールっていうのは地元を PR するために外に向けて販売するものだと思ってるんですね、でもクラフトビールっていうのは、まあ、小規模で手作りで作ったやつを地元で消費するものっていうのが、まあ、本来の姿かなとは思っていて、だからやっぱその地元のビールっていうのを応援した方がいい。だから埼玉、埼玉、でわらびにはまだビールを作ってるところは現時点でないんですよ、ないけどわらびの両サイド、川口と埼玉市にはもう、あ、それぞれ4つずつあるんですよ。もう少しみたいなところにありますよね。そうもう少しこっちみたいな。そうなんですよ。まあ最初は西川口、これ川口の4つのブルワリーのビールなんですけど、西川口に4つあるんですか？あ、じゃあ川口市です。あ、川口市に4つあるんですか？4つあります。あ、すごい。そうで、まあ川口に行ってわらびから一番近いのは西川口のグローブリューハウスですね、まあよく、ね、そう話が出る、まあ俺もそこにいるからっていうのもあるんですけど、わらびリンゴサワーエールっていうのを作ったりとか、おいしい、そう、あとはまあわらびの柚子とかわらびの山椒を使ったビールなんかもこう出してる。でちょうどね3月29日で5周年を迎えるので、まさか30日とは周年イベントをあのグローブリューハウスでやっています。あ、でもまだ若いんですね。そうですね、あの一気に増えたんで、やっぱこの5年ぐらいの間にオープンしたところってすごく多いんですよ。ちょっと話すの途中なんですけど、あの、どうした？確かにこの前結婚式、あの友達の結婚式に行った時に、あのなんか引き出物の中に、クラフトビール入ってた。しかも地元の、だ今多分そういうのもやってるんだと思う。やってますね。なるほどね、そういう需要があるのか。ありますね。そう自分の確かあの お相手の方 の、 あの地元のビール入ってた。結婚式とかそういうの重要ですからね、地元の何かっていう、ふるさと納税でやってるとこも結構多いですよ、地元のビールっていうのがいいんだね。来てんだ、来てんだな、いいですね。で西川口の1個先、川口駅には東口と西口にそれぞれ1個ずつあって、東口には川口ブルワリーという、あのところがある。ここは2015年にオープンした川口で一番あの古いブルワリーなんですけど、ここはファミリー層が結構多くて、あの近くでクラフトビールが飲めるからそこで家族でみんなで行こう。ああ、じゃあ割と行きやすい。そうですね、結構広くて、ピザとかが有名なレストランが併設されてるので、あそこで飲めるような。ピザとビールなんか美味しいに決まってる。でその川口駅の西口にはヌトリブルーイングっていう、このちょっと面白いラベルの、そうですね、ヌトリンっていうあのキャラクターなんですけど、あ、右のあの 金髪の豚ちゃん。そうです。まあ豚じゃないんですよ。え、何、イノシシ。いや、ヌトリンです。ヌトリンって生き物ね。
学名ヌトリ。そう、ここはね、あれですよ、本当あのここはビールもそうなんですけど、うん、食事にすごいこだわってて、ジオ飯っていう、ジオ飯、ジオ競争の、あの、そう、ジオ競争、だからもう長生きした人にぴったりの、はい、ああ私だ、そう、それをおかみが作るんですけど、だからちょっとね、こう店名が変わってビール食堂ヌトリっていうお店があって、うん、そこではそのフードと出来たてのビールが飲めると、うん、そうお店があります。で川口にはね、もう一個あのこうタコのマークのある、うん、星野製作所麦っていうのがあるんですけど、うん、ここはちょっと離れてて草加の方なんですけど、はいはい、でそうやって飲めるようなお店は持ってなくてイベントとかに出店してるので、うん、まあ、近くに出店することがあればぜひ飲んでもらいたいと思いますね。で埼玉市にも逆のですね、うん、4つあって、うん、で南浦には先ほどニュースフラッシュでも紹介したアクアブリューワークス、うん、ここは本当一坪のスペースでビールを作ってるので、うん、すごい。でもそのくらいの規模でもできるんですね。できます。ただいろいろね、そのなんですか、樽を洗浄するスペースがないとか、うん、それをそういうのをこう削除なくしてなくして研ぎ澄ましてってできたところ、おそらく日本で一番狭いスペースでビールを作ってんじゃないかなと思います。確証はないですけど、それ考えるとわらびでも可能性があるっちゃある。ありますね、うん、できないことはないです。その技術を持った人がいれば、うん、そうですね。であとその1個先、浦和駅、うんうん、で浦和駅にも2022年の夏にオープンした UBP ブルワリーっていうのが、うん、ワシントンホテルの1階にあるんですけど、あら、うん、ここは、さっきまで紹介したところと1つ違うのが、うん、ビールをクラフトビールのブルワリーって発泡酒免許でビールを作ってるところと、うん、ビール免許でビールを作ってるところなんですよ。あ、なんか昔ね、あの教えていただきましたけど、いろいろ酒税法的な、ね、そうです、あの年間で醸造できる量によって違うんですけど、うん、この UBP ブルワリーは埼玉市初のビール免許 の、 あのブルワリーです。じゃ規模がちょっと大きいですね、うん、なんかマークもすごい、ビール飲むぜみたいな、かっこいいね、うん、ちなみにそのビール免許ってのは年間60キロリットル作らなきゃいけなくて、発泡酒っていうのは6キロリットルでいいんですよ。だから10分の1、うわお、うん、製造量がそれだけ違う。60キロリットルってめちゃめちゃ6万リットル足し算かける1000ってことですね。そうですね、うん、すごい。ここはあの浦和レッズのファンが集まる店としても、なるほど、そういうですね、オーナーがね、もうずっとそのサポーターで中心的な人なんで、うん、まあ、ここの辺がこうわらびからもすぐ行きやすいところです、うんうんうん、あと西浦和には、団地キッチンブルワリーっていう田島団地の中にあったりとか、うん、大宮には氷川ブルワリーっていう氷川神社の参道の近くにあるところもあるんですけど、まあ、この辺を、まあ、そのわらびの人なんかは、まあ、特にこうギュッとね近いところ一回飲んでもらうと、結構好きなビールあるんじゃないかなと思います。普通のビールが苦手、あの苦い炭酸が効いた苦いやつが苦手だっていう人でも結構クラフトビールはね、うんうん、あの好きな味に出会えたりもするので、本当にわらびりんごサワーエールとかもそうだもんね。そうですね、来てるね、クラフト来てますね。確かにね、この埼玉の南部の方だけでもそれだけあるんだって。そうです、そうです、やっぱ南部は集中してますし、うん、いや私も酒が飲めたらな。いやでも本当思いますよ、なんか酒飲めないことでこうなんか楽しみをだいぶこう減らされてる状態だなみたいな感じが、まあちょっとはね、いいじゃん盆栽とニーサがあるから。でもあのわらびりんごサワーエールとかはすごい美味しかったんで、うん、その感じは分かります、うん、ということで、のお酒を飲める人はですね、そうですね、せっかくなんで、ね、ここに住んでたらクラフトビールを楽しまない手はないと。そう、うん、でも絶対ね、未成年は飲んじゃダメですけど。ということでございます、はい、わらなびいかがでしたでしょうか。それでは次回のお知らせ。この番組は隔週放送なので4月9日火曜日からの放送となります。来週はわらび昭和歌謡研究部、放送時間は午前7時30分、午後2時、午後5時45分、午後10時45分の1日4回というわけで、今週のわらなびはここまで。また次回、バイバイ。いつまでその状態で使います？眠ってしまう前に電池の交換を、まずは当店へお電話を。スマホのことなら何でもお任せください。スマホ修理工房わらび店。